晴れた東京を出て車で3時間もかからずに雪の降る冬になるなんて信じられなかった。皆さんこんにちは、ラナです。皆さんにとって冬といえば何ですか？私にとって冬といえばもちろん雪です。気持ちよさそうでしょ。皆さんスキー場は好きですか？私本当に今日はお久しぶりに来ました。私たちは長野県の白馬八方湾スキー場に行くことにしました。まだ12月だと雪がちゃんと積もっているのか少し心配でしたが、こんなに雪が積もっているとは驚きでした。白馬八方湾は団体のスキー場としては日本国内最大級のスキー場です。1998年長野オリンピックの際にはアルペンスキーの高速系種目および複合の競技会場となった。ワラダさん元気？元気。よかったです。スキー場は何ヶ月ぶり？何ヶ月ぶりでしょうかね。皆さんイエーイ。私たちのチームは5人です。おー頑張ります。雪めっちゃ降ってます。そうですよね。真っ白。綺麗。ナタシャさんすごい分かりづらい。誰ですか？本当にナタシャですか？私です。ここは何回目？多分5回目ぐらいかな。そんなに好きですね。ここは好きなんですけれども、ちょっとね、東京から離れてるので遠いんですね。ビギナーコースに。ビギナーコース、頑張りましょう。頑張りましょう。あとでもっと難しい。 OK 頑張れ。あゆー、おー、わーお上手ですね。チーナさん、はい、ちょっと簡単に自己紹介よろしいですか？私は13歳の中学生です。で、得意なことはペットのお世話をすることです。すごいですね。一番好きなスポーツは何ですか？バレーボールです。バレーボール、素晴らしいです。スキーは？スキーも好きです。何年やってるんですか？もう結構やってます。私たちスキーメンバーです。はーい、ラーです。はい、ちょっと簡単に同じ自己紹介。名前は梅沢ブラダです。18歳の、高校3年生です。日本に来て何年ですか？日本に何年？日本生まれじゃなくてでしょ？はい、そうですね。ロシア生まれです。そう、ロシア生まれ。5歳から日本に育ち。5歳からですね。あ、でもやっぱり日本育ちました。育ちました。日本語バッチリ。そうですね、日本人だとみんな思うけど、うん、違います。本当そうか、はロシア人です。うまいぞ。うん、いってらっしゃい。皆さん、はい、楽しいですか？とっても楽しいです。まだ一つの問題、そんなにブレーキできないです。大丈夫大丈夫、ノーブレーキで滑りましょう。今休憩中です。外国人観光客本当にばっかりです。すごい、いろんな国から来てます。次は最も難しいコースに行きたいです。はい、頑張ります。でもまだまだ下手です。やっぱり練習しないと何でも忘れちゃいます。今日は本当に雪、すごい、すごい雪。気持ち、気持ちいいけど、うん、ちょっと滑りにくいね。これから私たち行くのは赤いコース。赤いコース。大丈夫かしら？わかんない。自信ある？一応、頑張るしかない。頑張るしかない。頑張ります。頑張ります。
やる気満々、行くぞ。あーでも本当に何も見えないし、すごい全く見ません。そう、ナタシャのパンツだけ OK、 分かりやすくて。ついてきて。タチアナはどう、大丈夫？ OK。 寒い、急に寒くなって、すごい雪めちゃくちゃ降ってるし、寒いね。寒い。 OK、 楽しむ楽しむ、頑張ろう。 Let's go。 OK、 赤いコースに行きましょう。 1,2,3,4。 上手。こそやめよう。大丈夫大丈夫、もうちょいもうちょい。こんにちは。こんにちは。ちょっとこっちに行く。今分かった。 1.5m。 1.5m 積もった。あ、積もったね。深い。うん。大変だった。足が痛かった。わお。すごい。大変よくできました。さすがブルーです。特にナターシャのパンツを解くからすぐ分かった。分かる。ナターシャどう？ね、寒いんです。ちょっと確かに今日はマイナス、でも今ちょっとまた下がってる。マイナス7だよね。そう、マイナス7。マイナス7。寒くて雪が、まあ、そんなに見えないんだけど雪がめちゃくちゃ降ってますね。そうですよね。でもパウダースノー、そうパウダースノーけど少し、あ、何か重たかったじゃない、これちょっと。まあ滑りはやっぱりすごいね。今はこうフレッシュ雪ね、パウダースノーにもハマっちゃうと、もう全然出られない。そう、そう大変だったね。大変。あ、営業時間は3時半で終わる。そう、早いじゃない、ここで。寂しい。早いで、3時半は、ね、早い。早い、もうなんてことは。3時半、もう信じられない。300キロ走ってきたんだよ、車で。冗談じゃない、文句だよ。あー、かわいい。大変によくできました。ちょっとそう、すごいちょっと素敵な家族を見せます。お母さんと二人娘です。兄弟です。あ、兄弟です、ごめんね、ごめんね、ナタシャです。兄弟です、すごい素敵な3人兄弟です。え、大変によくできました。まあシーズンオープンしました。そうですよね。ナタシャさん、お疲れ様でした。お疲れ様です。すごく上手ですね。全然もう、今年は初ボードなんですよね。なかなかちょっと大変でしたけど。特に私です。もう皆さん見ましたと思いました。もう本当に大変でした。でも、うん、すごく、うん、諦めずに、まあ、頑張れました。で頑張った、うん、頑張れました。でも少しは最初このグリーンのコースにいて少し、うん、あーできると思ったけど、途中は赤いコースに入って。ここの赤いコースは難しくないですか、いつもより違う。ない一番上と一番下はすごく難しい。難しいでしょ、うん、難しい。そうですよね、うん、だから私本当にびっくりした。皆さんにもしかしたらおすすめ、うん、日本のスキー場、おすすめのスキー場としたら、あの苗場とか神楽とか、苗場神楽、自転車コースも広くて優しい。苗場でしょ。苗場、まあ、神楽なんですっていうと、景色もすごく綺麗、景色とプラス結構長く滑れる、長く滑れるっていうか、あのシーズンは5月までに、今年5月の26日くらいまで。これどこ滑る？神楽。神楽？神楽は内場のすぐ隣、5月まで。5月まではすごい、うん、そう、行きます。もう T シャツで滑ってたなんです。まだ雪ある。あります、あります。すごいですね。さすが日本はすごいですね。すごい、まあ、ね、そう。でも一番喜んでるのは本当に
3時間半、うん、東京から車で、うん、そう、もう綺麗いところね、雪、うん、たくさん積もってるところまでは行ける。すごい、いかがですか。いただきます。いただきます。うん、ちょうどいい。そうでしょ、スキーやと、スキーやと、スキーやスキーやではないけど、そうですよね。天ぷらのうどん、天ぷらうどん、こちらはたこ焼き、たこ焼き、いいですね。めっちゃジャパニーズ、ジャパニーズスタイルですね、皆さん。OK、ナターシャは何を。どうですか。天ぷらうどん、天ぷらうどん、すごいですね。しました。やっぱりサンフやっとお腹空いてる。だから私たち、そう、皆さんどうでしたか。楽しかったです。楽しかったです。とっても楽しかったでしょう。勇気最高です。そうですよね。皆さん最後まで見てくださってありがとうございました。